忍、イット、戻ったぞ。ひどく消耗したから、まだ目覚めてはいない。だが、命に別状はないから、安心してくれ。それよりもその表情、何か発見したんだな。しかも、あまり喜ばしくないこと。そうだろ。私たちは大義版を見つけたの。その中には先人の残した情報が入っていたわ。ただどうやらこの空間から脱出する術はないようなの。前にこの宝器を手にした人も永遠にここに取り残されたみたい。そうか。だがまだ続きがある。さっき試したところ、大義版に力を注入すると反応があった。でもそれはあくまで封印された時の記録を呼び起こしただけで。いや、肝心なのは内容ではなく方法だ。書籍にあった内容を思い出してみてくれ。仙人と人間の力が一体となれば、天地の意を操り、土天征夷が可能となる。仙人と人の力を合わせることで、大義版の力を最大限に引き出すことができるんだ。大義版は根血である私に反応した。それはまだ動作していることを証明している。そして私たちの中にはちょうど純粋な仙人と術法を受け継いだ人間がいる。面白いわ、そんな発想があったなんて。仙人と人間が同時に力を注入するということか。その通り。もし私の考えが正しければ、大義版に最大限の力を注入することで、完全な活性化、あるいは反転させることができる。この方法は最後、この空間と双眼鏡炎のつなぎ目を塞ぐのに使われていた。つまり、もし反転させることができれば、それで出られる。やったぞ！オイラたち、助かるんだな！その通り。その考え、筋は通っている。じゃあ、ひとまず今は休みましょう。準備ができたら、その方法を試すということで。うん、おいら、ドキドキしてきた。イエラン、ショウ、準備はいいか？ええ、準備は万全よ。最善を尽くそう。エンヒ、一つ覚悟しておいてほしいことがあるの。ん？何だ？方々大義版は、おそらく外に持ち出すことができないわ。多分、この秘境にあるものすべてが、時空と記憶の乱れによる結果に過ぎないんだと思う。私たちはそれぞれ、異なる目的を持っている。そして、この空間に現れるものは、私たちの想像と推測に反応してくる。それは恐ろしいことであり、奇妙なことでもあるわ。ここはもう単なる空間ではない。どんな高次元の力が影響しているかわからないけど、私たちのことを読み、現像をもって答えてくる。双眼の歴史によれば、この空間はおそらく、大昔から存在していた。一体、どのようにして誕生したのか。ああ、あれのことね。あの時、私もあそこにいたのよ。え？ちょっと待て。もしかして、あの弓矢はお前が放ったのか？私以外、他に誰がいるのよ。あの巨大な蛇は、カーンルーヤ文明の遺産のはず。証拠は予想以上に有効だった。もしかしたら、二つの力は、相殺する関係にあったのかもしれないわね。もしそうだったとしたら、ごめんなさい。私はみんなの今の境遇に責任を持つべきかもしれないわ。そんな、オイラたちのためにいろいろ解決しようとしてくれただろ。お前のせいじゃないぞ。そうかしら。この空間の活動はまるで生き物のようで、あらゆる幻覚で私たちの目をくらませた。実際、私たちが見た人や通った道は500年前にすでに亡くなったもののはずよ。それに
ここにあるほとんどのものは静止している。そうなると本当に脱出できたとしても、時が流れ始めれば大義板は消えるでしょう。実は私もそう思っていたんだ。でもそれだからこそ大義板に出会えたのは奇跡だと思う。これら全ては存在しないはずの槍で漆黒を壊したかのようなものだ。ありえない話に聞こえるけど、これも残された最後の可能性。一体誰の思いがこの方棒を呼んだのかしら。ああ、でももう一つの原因の可能性もある。それはお前の探し求めることに対する強い執念だ。見つかったのがお前の家族じゃなかったことは残念だが、でももしそのものがここにいたら、きっとお前が助かることを心から願っていただろう。こうしてみんながここに偶然集まったことはとても興味深いことよ。もしこれも運命なら、私たちの手でそれを変えましょう。こちらはいつでも大丈夫だ。親分は私と牛尾に任せてくれ。旅人、パイモンのことは頼んだわよ。エンヒ、助けが必要になったら私を頼ってちょうだい。了解。セーラウンプ、異例降臨、軍馬蛇獣、雷帝壊滅、新規服従、小規流行、定直不明、消去不能、救急如立輪。やはり大義板は増幅させる方法。この力を維持できればまだ希望はある。力の維持は我に任せろ。わかりました。全員下がれ。我が身で陣を守りて、この地を封印する。我らヤシャ一族、世のために戦わん。金宝大将、参る。危ういと知りながらどうしても行くのか。この地を守り104年勝手に離れたことはありません。無名夜叉の剣だけはどうか帝君のお許しを。このままではあなたの力が。